こんにちは満州事変と軍部の台頭についてやっていきましょうまずは満州事変と日本の国際的な孤立についてやっていきたいと思います中国において国民政府がどんどんと北上をはじめ日本が持っている両東半島などの権益を取り戻そうとする動きがさらに強まってきましたそうすると満州にいた日本の軍隊である関東軍は 1931年に法典郊外の龍城湖で南満州鉄道の線路を爆発させる龍城湖事件を起こしましまた日本の人が南満州鉄道を爆破したということは後々分かってはいるんですがこの爆破を中国の仕業にしたんです中国人が鉄道を爆発したこのままでは日本も責められてしまうかもしれない だから攻められる前に自分たちは中国を侵略するんだというふうな理由をつけてこの事事件ををを機に軍事行動を始めめてて侵略を進めていくことになります。この一連の流れのことを満州事変と言います。満州の主要地域を軍事行動によって占領した関東軍は秦の最後の皇帝であった溥儀を厳守。 代表とする満州国国の建国を宣言しましまた満州は地域でではなく国にしたんですそして満州は現地の人々が自分たちの意思で作ったことにしてその国家を日本人が操ることにしますこの日本の支配には軍事的な目的もあったので満州国に対しては日本からの移民が進められました。 中国は国際連盟に対して日本のこの軍事行動を侵略であると訴えました。実はパリ不戦条約という条約があり、侵略は禁止されているんです。国際協調を唱えている国際連盟が侵略を禁止しているので、中国はこの満州国建国に対して軍事行動を侵略であると訴えてなかったことにしてもらおうとしたわけですね。 国際連盟は中国からの訴えを受けて調査を始め1933年に開かれた総会で満州事変について調査したリットン調査団の報告に基づき満州国を認めず日本軍の占領地からの撤兵を求める勧告を採択しましたリットン調査団は日本軍が主張していた2つを否定しましたまず1つ目は日本軍の主張からすると まずは中国の人たちが龍城湖事件を起こして南満州鉄道を爆破したんだだから攻められると思って自分たちを守るために軍事行動を進めていったんだつまり自分たちを守るため自衛のためだったんだと言っていた主張に対してそれは嘘だというふうに主張しました。そそしてもう一つ、満満州州国は、こにいた現地の満州人が、 自分たちの意思で作った国だと主張していたんですがそれもいやいや満州人の自発的な意思ではありませんよねということを主張しましたこれに基づいて国際連盟は決定をしたんですねこれに反発して日本は国際連盟を脱退することになりますそうして国際連盟から脱退して孤立を進めていった日本は 1936年にロンドン海軍軍縮条約を執行そしてワシントン海軍軍縮条約を執行しましたこの2つの海軍軍縮条約覚えてますかね船を作ることを制限するものでした主力艦と補助艦でしたねこの軍縮条約に更新しなかったんですなぜならどんどんと船を作って 武力によって他の国に対抗していこうという考えが強まっていったからですねこのようにしていわば暴走しかけている日本は国際的な孤立を深めていくことになりますし周りの国々から警戒されるようになっていきますこうした中日本は同じく1936年に共産主義勢力の進出に対抗するという理由でドイツと 日独防協定を結びファシズム諸国に近づくことになります日独これは日本とドイツ「傍教」とは共産主義を防ぐための協定だという意味ですねこのようにしてドイツと結びつきを強めることになっていきます続いて軍部の発言力の高まりについてです満州事変について日本国内では 多くの新聞が軍の行動を支持したんです。そして昭和恐慌に苦しんでいた民衆もこの軍の行動を歓迎することになっていました。こうした中、軍人や国家主義者の間では政党や財閥を打倒して強力な軍事政権を作り国家を作り直そうとする動きが活発になっていきました。政党や財閥は ずっと続いてしまっていた恐慌の時に人々からの非難を高めていってましたもんねそのためこれを倒して軍事政権を作ってどんどんと海外に進出して人々の生活を楽にしてもらおうというふうな考えが広まっていくことになったんですそんな考えが広まっていった中1932年海軍の青年将校などが 首相官邸を襲い当時の首相であった犬貝剛氏を暗殺しましたこの事件を515事件と言いますがこの事件によって政党内閣の時代が終わり軍人が首相になることが多くなっていきますなぜなら人々が軍人の行動を支持したからですねまた1936年には陸軍の青年将校が大臣などを 殺し、しし東京の中心部を占拠しましたこの226事,22事件は戒厳令によって鎮圧されましたがこれ以降軍部は政治的な発言力を強め軍備の増強を推し進めていきましたでは最後に経済の回復と重化学工業化についてです。 1929年に起きた世界恐慌で深刻な打撃を受けた日本の経済は諸外国と比べていち早く不況から立ち直りました何によって立ち直ったかというと軍需品をどんどんんとと作っていくことです。日本の国民たちは希望していたように日本はどんどんと軍事化を進めていきましたもんね。軍需品を生産して、 お金がどんどんと政府から発行されることによって、人々は潤っていくことになったんです。この政府の保護とが重なって、重化学工業が発展し、軽工業の生産額を上回ることになりました。例えば、日本製鉄会社が設立されたのもこの時期です。重化学工業では、新しい財閥が急速に成長し、朝鮮や満州に進出していきました。 日産コンツェルンという財閥や日窒コンツェルン、この2つは満州や朝鮮を拠点として重化学を行ったり、価学や肥料を中心にしてものすごく発展していった財閥です。また、免製品などの輸出も増えていきました。これによってイギリスを上回ることもあり、欧米との貿易摩擦が深刻になっていきました。 イギリスは日本が国ぐるめでどんどんと値下げをして儲けていると日本の成長を批判したということもありますこのように他の国々は苦しんでいる中で日本は回復していき日本だけが黒字他の国々は赤字という状況が続いたので貿易摩擦という問題が起きたんですこのように軍需産業によって 日本の経済は回復しつつあったということを知っておいてくださいでは今回は以上になりますお疲れ様でした最後まで動画を見てくれてありがとうございます概要欄に私が作っているサイトのリンクがありますのでよかったら活用してみてくださいもももっと社会チャンネル